はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と生活の気晴らしにね、病院からね、動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、今日で4日目か、月曜、火曜日から入院でしょ、水木金、5日目になるのかな、いや4日目か、まあ、どっちでもいいです。はい、まあ、今日はね、まあ、午前中は寝てましたね、まあ、眠たかったんですよ、すごい眠たかったんですよ、非常にね、まあ、入院してから昼寝もできてますよとね、以前も言ってましたけども、まあ、それには理由があるんです。病室のね、隣のおっちゃんがね、いびきがすごいんですよ。そう、すごいうるさいんですよね、言ってしまえば、まあ、いびきなんですけども、そのいびきなんてもうね、誰もが誰でもうるさいんですけどね、僕もうるさいって奥さんに言われますし、息子と二人で大合唱してるねって言われて、言うてくる奥さんのいびきも結構すごいんですけど、まあ、いびきなんてもうね、誰でもすごいということです。まあ、まあその人はね、本当にすごいんですよ。まあ、昨日はたまたま全身麻酔で内視鏡をされたみたいなんですよね、内視鏡をね。まあでも、その先生とおっちゃんの会話をね、聞いてたらね、というかまあ聞こえてくるんですよ、カーテン一枚で遮られるだけなんでね。まあ、先生もハキハキとしっかりした口調でね、患者には話さないといけませんのでね、逆に嫌でしょうね、ぐにょ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 、自信なさそうに話されてもね。なのでこの内視鏡で、生体検査、生体ですね、してはったと思います。まあ、消化器系の GVHG ってフレーズもね、聞こえてたんでね、まあ、あの頃の僕と症状も一緒やなと思ってます。で、まあ、実はね、全身麻酔ってね、めっちゃ疲れるんですよ。まあ、全身麻酔中っていうのはね、眠ってるだけで何もないんですけど、ほんまに何も分かんないんですよ、眠ってるだけなんでね。で、目覚めた時はね、めっちゃ気持ちよかったんですけどね。まあ、でも知らんうちに体はめっちゃ疲れてるんでしょうね。まあ、そりゃそうでしょうね。あんなこんな太い管をですよ、ガー指2本か3本ぐらいのやつをガーッと言いられて、ね、口から、僕はまあ下からも言えましたけども、ゴニョゴニョゴニョってされてますしね。まあ、僕はこの採取はなかったんですけどね。まあ、でもそのおっちゃんもあったみたいなんですけどもね。まあ、その疲れるんですよ、ほんまに知らんうちにね、めっちゃ疲れるんです。まあ、僕もやった日の夜はね、すぐ寝ました。なんかその麻酔で寝るのと、麻酔中に眠ってるのと、もう眠たくて寝るのとはね、寝るの種類がね、また違うんですよね。だからその麻酔中に寝たからといって夜寝られへんくなるとか、そんなの絶対ないんでね。だから隣のおっちゃんもね、早かったんですよ、寝るのが。疲れてたんでしょうね、ただでさえね、薬でしんどいのに、ね、麻酔で内視鏡されて体力奪われてるのに、そら寝るのも早いですよね。夜の8時にはね、すごいいびきが聞こえてました。まあ、夜中2時までね、聞こえてましたよ。2時までっていうのは僕が寝た時間ですけどもね。まあ、その日はたまたまおっちゃんがね、全身麻酔、その隣のおっちゃんがね、全身麻酔したから8時からのいびきなんですけども、その前の日でも、まあ夜のまあ10時からは聞こえたかな。なので、まあそのね、おっちゃんのいびきがすごいということで、僕も昼寝ができるようになってるんですねっていう話でしたね。はい、まあ、昼寝というか朝も寝てるから朝寝かな。でも昼も寝てるしな。そうそうそう、僕もまあ点滴してるんでね、抗生剤の点滴をやってるんで、朝昼夜ね、やってるんで、それだけでもやっぱ疲れるんでね、それでよく眠れてるんだと思います。でもまあ一番の原因はね、一番って言ったらそのおっちゃんに悪いですけども、おっちゃんのいびきの原因で睡眠不足になってるような気がしてます。そんな気がしてることにしときましょう。今日は以上になります。
最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。